ごめん、ちょっとそろそろスーパーチャットお礼タイムなんだけど、ちょっと一つ言っていい？最近心を揺さぶられるような体験がありまして、言ってもいいですか？多分この後見るわためのさ、ソロライブ、ソロライブでも多分心を揺さぶられる体験になると思うんだけど、スバル先輩のね、ライブが本当にすごくて、本当に団長か、あれ泣いた。なんかスバル先輩が団長の褒めのビーを聞きながら、なんかお布団で泣いてくれたらしいんだけど、団長は逆にスバル先輩のプレアデスをライブ見て、団長はあれを見て泣いてました。なんか結構団長ホロライブメンバーみんな推しなんですわ。なんかこんなこと言うとあれかもしれんけど、もちろん先輩方はね、ホロライブ入る前から知ってるからすごい尊敬だし、なんかもう本当にホロライブオタクになっちゃうんだけど、でも本当に4期生5期生、まあ、同期もそうだけど、みんなやっぱさ、その尊敬できるところがいっぱいあって、最近だとボタンちゃん、そうボタンちゃんのインタビュー記事にすごい感銘を受けて、あーボタンちゃんってなってたし、なんかすごいねオタクなんですけど、なんかスバル先輩のやっぱダンスと歌、もうなんか王道のアイドルだなって。団長ね、これさ思い出したんだけど、団長が去年、覚えてる？ちょうどそのこの時期だよね。もうちょい先か。1月とか、いや1月とかかな。もうちょい先だったかもしれないんだけど、まあ、1年前ぐらいに、ダンスレッスンがありまして、デイリーダイアリー。そう、デイリーダイアリーのダンスレッスンの時にさ、感動したのが、まあ、最初ね、なんかまあ、こう、入るじゃない、入りがあって入る時にこうやって下向いて、でこの始まるよってなった時に、そのパンってなって、そこでね、じゃあ始まりますみたいな、最初みんなこうダラダラって言って、じゃあ練習始めるよって言って、で練習でこう団長もじゃあやるかって感じになったけど、スバル先輩もわかる、ザンってなんかもうやるぞみたいな、あのスバル先輩のさ、こう特徴的なあの立ち姿にポンってなって、そっからさ、もうデイリーダイアリーみたいなスイッチが見えたの、団長そこに、そう後ろ姿、そのはっ、もうなんかもうステージに立ってたの。え、もうマジで、なんかごめんね、なんかオタクになっちゃうんだけど、そこはもうあの練習場だから、そうあのダンスレッスンの場だからさ、普通にね、なんか体育館みたいな、なんていうの、その素材の床なんだけど、全然ステージとはかけ離れてるんだけど、いたの、ステージに立ってるアイドルがそう、感動したの。その後ろ姿を見れただけで、団長は本当に、あ、すごい幸せ、こんな間近に見れるんだっていう、そうだから感動したんだよね。なんかそれが1年なんだから、団長もダンス頑張りたいって思ったんだけど、でもやっぱダメだね、なんか同じことを思って1年経っちゃった。なんか本当に尊敬してすごい感動してさ、頑張りたいって思ってさ、1年経っちゃったよ。この1年ダンスそんなめちゃくちゃ頑張ってるかっていうとさ、やっぱ全然頑張れてないからさ、いや思い立ったら吉日だから、ちょっと本当に今頑張るね。今3期生ライブも近づいてるから、そう本気で今頑張ってます。本当にすごい、いや本当に感動した。なんかダンスレッスン辛いんだよ。やっぱさ、なんて思えるから、手と足が同時に動いちゃうタイプの人間だから、ダンス、振りとかも全然覚えれないんだけど、でもそのたんびに、その、スバル先輩のあのアーカイブをね、見直すと、頑張ろうってなれる。なんかアイドルってこうなんだなって、なんか団長もそういう存在になりたいなって思った。団長のアイドル。そうやってね、なんか活力というか、そういう存在、団員さんにとってのなんかそういうね、やっぱ活力というか、そういう元気の源になれたら団長嬉しいなと思って、だから頑張ってます今。